道ですということで、今回も撮っていくんですけども、ちょっと待って、挨拶本当にごめんなさい。ちょっと叩かないでください。はい。すいませんでした。ということで、やっていきます。わらしべ。昨日の続きですね。3勝1敗から。で、このデッキですね。はい、行きましょう。いや、マジ挨拶やばい。昨日の経験者のやつもひどすぎて、やばいっすね。怒られそう、マジで。マジでごめんなさい。ちょ、モノマネできないんですよ、俺。ダメだ。やんない方がいいかな。いや、ライキさんだなんてもう絶対無理ですからね。はい。まあ、やっていきましょう。ヤマメと、吹き矢ゴブリンなんで、わかんないですね。さあ、ここは？まあまあまあ、2発くらい。あ、痛いな。痛いな。うん。おいおいおい、ちょっと待って。危ない危ない危ない。ロケット持ってた。危ない危ない、ちょ、マジで。危ねえ。これは、ああ、わかんないな。わかんないですね。バレバレ、なんだこれは。俺これ次使うんだって、相手。頼むよ、お前。変なデッキやめてくれよ。無理なんだよ。いや、それだるいんだけど、マジで。やっちゃうよ。じゃ、似てないんだよな、マジで。マジで似てないんだよな。やったー。なんか難しいですね。はい。練習しよう、今度。さあ、これは止まんないんじゃないか？やなめ切ったばっかで？これが？あー、ギャングインのか。あー、なんかまたでも次俺枯渇使わなきゃいけないですね、これ。相手にはプリンセスがいないで、吹き矢なんで、まあ、これは、バルキリー当ててくる？おいはいはいはい、やなめ切ったやなめ切ったよ。やなめ切ったら？これにバルキリー来る？あー、お前か。いや、こいつなぁ。いや、これ、ウッド切って、で、ギャングで、バレル守って、そのままカウンターで、ドンドンってやれば、もう、相手止まんないんじゃねってことで。いや、てか、枯渇デッキなんだから、今日 KK さんの真似だったなぁ。ちょっとミスったなぁ。ちょっとミスったなぁ。さあ、ヤナメがこれで回ったけど、はい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 、切ってこない。まさかの延命。で、ここで、まあ、吹き矢ゴブリンが来たら、何する、これちょっと裏ですね。ちょっと裏なんで、これで。うわっと読まれてたのかな、わかんないけど、まあ、いいんじゃね、いい、良さそう。で、ギャング、はい。はい。いや、プリンスずれたけど、まあ、いいや。はい。ちょ、お前マジで。何してんねん、もう。はい、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 大砲美味しい。ロケット撃っちゃって。よいしょ。さあ、これ絶対やなめ飛んでくるでしょ。ってことで。はい。いや、お前そんなの持ってんの？なんで出さなかったの？絶対出した方がよかったよ。ねえ、絶対出した方がよかったよ。はい、じじい。よし。来た、4勝目。誰の真似に似てないんだよな、マジで。ちょっと本当に、ごめんなさい。マジですいません。はい。次これですね。あー、とんでもないデッキ来ちゃったな。なんだこれは。まあ、レベルあるのはちゃんとね、確認して。レベル足んない場合は、ちょっと、変えるぐらいしないと、昨日のウォールブレイカーみたいになっちゃうんでね。あれちょっとやばかったですね。2発入るところが1発しかいないから、ダメージが全然通らないっていう。まあ、言い訳ですけどね。はい。タルババ。うわ、金ピカだ。金ピカ強そう。何来た？マスケ？え、これさ、これワンチャンのバルーン。バルーンだって終わりじゃねこれ。対空ねえんだけど。おー、やめろよ。なるほどね。了解した。あれですね。なんだっけ。ババゴヤスキラーですね。これは、多分ってか絶対に、なんでそう、ナイトくるって、裏飛ばしたのに、メガナイトが。で、これはまあ、吹き矢がいるんでね、この辺から吹き矢出して、ここにバルキリー出せば、ほぼほぼ守れる。ただね、こいつがどうしようもないですね。これ、穴目でちょっと削っといての、はい。なんでナイトだけ取ってんの？それダメだって。お前ナイトだけ取っちゃダメなんだよ。ナイトだけ取っちゃダメなんだよな、これ。いてあ、まあ。ちょ、いた。でも、これワンチャンあります。全然あります、全然。マジで。これで、こうやってやるんですよね。
これで相手、タルバン見せるんじゃねって。はい、来たー来た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 。はいはい。なんでなんでちょっと待って、お前、デリバリー持ってんのか。あれ、タルとデリバリーどっちも入ってんだっけ。いやー、まずいなー。ちょっと、今完璧だったのに。今の通んないって。ちょっと良くないって。ちょっと多いな。気持ち悪いな。すいません。いや、だってこれさー、これもう、浮き矢じゃねえよ。こいつが強えんだよ、このなんだっけ、忘れたよ、名前も。なんだっけ、こいつ。スケドラだ。スケドラが強えんすわ。これもう大砲ですね、ここに。これ大砲がね、もう最強なんでね、これで。頑張れ。おー、お前おー、よし、ナイス。いいよ、いいよ。で、これはまあ、メガナイト合わせるしかないですね。で、これで、相手多分次デリバリーで対応してくるんで、これね、もうバレル、ここ飛ばしちゃいますか。ここ飛ばして、もうここ、まさかのここにね、ディガー出して、さあ相手どうする？はい。全然意味ないじゃん。今めっちゃうまくいったと思ったのに、全然通ってないんだけど。ちゃう、あのさ、あの、こいつなんだっけ？また忘れたな、お前。なんか忘れちゃうな。今日ダメだな。この、わかんない、名前がわかんないやつ。こいつ強いんですよ。対応するカードがないんですね、こっちに。ちょ、頑張れ、吹きや。あ、待って、これワンチャン、これだって、なんか切るでしょ。おーら！いけ。よし。いや、悪くない。全然悪くない。で、ここでどうせ、相手は、端前で、あの、スケドラ追加して、スケラ来るんで、で、ここでもう、ここ、ドーンして、で、この、ポイズン界から、吹き矢出して、で、ここ裏にディガー飛ばして、で、バレルも、ちょっとずらしちゃえば、相手ミスるんじゃねっていうことでね。ちょっとスケドラマジせこいって。いや、めっちゃいい攻めしてんのにさ、防衛もちゃんと読んでさ、いい感じなのに、その、なんかご利用しやめてご利用し。止まんないんだって、それが。うわぁ、この人やばいなぁ。ちょっとずらしますか、また。いけ！頼む！ここで決めたい、なんなら決めたい。いやぁ、一匹でいないっす、お前強い。お前ならいける。もうちょい頑張れよ。来た！ボルキリ？はい。待って、入ってなくね、今。あれ？いや、もしかして入ってない？もしかして？いやー、こいつ分かってるやん。もう後ろから出されるのがきついんですよね、これ、はい。後ろから来られてると、ああ、そんなことしちゃダメでしょ。これどうすんの、マジで。これ止まんの。相手さん。はい。面白い、悪くね。え、来た。マジで来た。マジで来た。よっしゃ。いや、このデッキに勝てんのでかすぎる。いや、よし。来た。一番嫌なのが、あれですよね。取れないで終わっちゃうっていう。危ねえ。レベル全然ねえじゃねえかよ。待って。待って、さすがにこれ無理じゃね？え、さすがにきつくね？おーい、待ってくれよ。何まで行く ?9 まで行くかな？いや、7か !7 ダメだね。これ大丈夫、7って。マックス7だっけ？マックス7だっけ？マックス7か。じゃあ、いけるな。あ、え、お前も7？ いや、待って、絶対これ8、あれ？待って、マックスってなんだっけ？ 9 だっけ？え、ちょ、お前5、6？ やばい、それはちょっと弱いな。さすがに弱いな。え？いや、ちょ、さすがにこれはやばいんで、ちょ、大会レベルどこで見んだっけ？あ、大会レベル9じゃん。やばい、全然足りてないんで、これやばいですね。ってことで、ちょっとやめますか。じゃあ、このクランの一番上の人のデッキにしましょう。おー、これもデッキ。レベル0時だけない。上げちゃおう。はい、これでいきます。はい。やりましょう。いや、ババゴヤスキラレベルないのきっつ。絶対次も当たるやん。で、じゃあ、次、今急遽ルール変更。次、その、レベルないデッキ当たったら、その相手のクランの、一番上のいる方のデッキを使いましょう。まあ、ちょっとこれずるいかな。一番上ってやっぱトロ高いと思うんで。まあ、そういうこと、まあ、しょうがない。これ相手、まさかバルーンだね？これ次バルーン使えちゃうよ、俺。これ多分、フリーズとあとランバーとかなんで、
いや、これ一回待つか。いや、ミニペ追加する？うわ、なんか変なの来たよ。もうなんでお前さ、もういいって、そういうのやめてよ。本当にやめて。え、ちょ。だー、やばいって。カウンターやばいって、マジでやばいって。いいって、そういうの。まあ、これ許容するしかない。いや、あれですね。ウッドミスりましたね。あ、じゃ、ウッドじゃねえ。ヒースピまたミスりましたね。そう、僕ヒースピめちゃくちゃ下手なんですよ。なんかね、ロイジャイヒースピのやつ使ってたんですけど、なんかアイスピと同じ感覚で使っちゃって、ロイジャイ満タンなのにヒースピ突っ出しちゃうんですよね。だから、本当に、ロイジャイのライトアップのためにだけ使ってるみたいになっちゃって、ちょっとなぁ、あれ難しいんですよね。なんか他の方に聞いたら、あれ一番簡単っていうか PS いらないよって言われるんですけど、僕にとってはちょっとあれがね、一番難しいですね。そう、相手もヒースピ、ちょ、噛んだ。撃って、いいよ、お前それ意味ねえんだけど。これどうすんだよ、撃ってくれ、撃ってこないで、お願いだから撃ってこないで、なんか来た、ラッキー。え、これさ、レイジでさ、ご利用しできんじゃね？マスケに竹が変わる。ボンバーが溶ける。あれボンバー全然食らってない、なんで。まあいっか、オッケー。で、これはじゃあ、まあガゴで受けますか。ガゴで受けて、このガゴにもまた相手カード出すでしょ。はい、ここでスパーキーですよね。うん、このスパーキーが強い。で、相手エレキいるんですけど、この低めのスパーキーに対して多分何もできないんで、相手。はい。おお、ちょ、お前それ持ってんのに言って。はい、ヒースピ上手くなってる、もしかして。違うんだって、今の違うんだって。いや、俺じゃないよ、今の、みんな、ごめんなさい。今のは、タップミス。タップミスです。はい、すいませんでした。え、これさ、もう、ゴブジャイってなんか強いからさ、いけんじゃね？レイジかけとけば。一発でも入ってくれればさ、1、2、よいしょ、3、2、よーし、来た。よし、いい感じ。よし、今日は3連勝。もう、いいですね。調子がいいよ。はい、6勝1敗。ということで、まあ、この時点でね、もう、6勝以下を予想してる方は、はい、どんまいでしたってことでね。いや、これおもろいな、マジで。どうしよう、これ、俺だけ楽しんでたら。めっちゃ恥ずかしいけど。はい、次のデッキはこちらですね。はい。このデッキで、次。動画撮りたいと思います。パート3。お楽しみに。ということで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。モノマネ練習しておきます。はい。すいませんでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。